豊島岡墓地入口連想の儀は、天皇、皇族の本葬のことである。修の文字は、修練の語にもあるように、納めることを意味し、連想の語は、死者を棺に納めて埋葬することを意味する。天皇及び、三皇以外の皇族が、豊島岡墓地に埋葬されるようになったのは、1873年の、地、ズイテル照彦村の皇居以来である。 皇室天範に定められておらず、従って天皇の葬儀にあたる大葬のにのような国の儀式ではなく大葬儀のような皇室の儀式である。天皇崩御の際の連僧の儀は特別なもので、いわゆる葬儀、国別式にあたるものであり、僧上殿の儀供物が霊前に献上され、天皇が五類を読み、拝礼する両書の儀埋葬するの二つの部分で構成されるここでは、 皇族の葬儀について記述する。天皇や三皇の葬儀については、大葬儀を参照されたい。皇族が皇居し、宮廷内に遺体が安置される。御守入りの儀能館にあたる。廃分け天皇、皇后、その他皇族などの弔問が行われる。精神移り質疑の儀礼級が、当該皇族の邸宅に設けられた精神に安置される。通夜、数日程度。 精神にて、通夜にあたる儀式が行われる。自社発院の儀式者で、邸宅から豊島岡墓地に、棺が移される。連奏の儀葬儀、国別式にあたる、奏上の儀と納骨式にあたる、墓所の儀から構成される。奏上の儀直子皇后宮司、その他皇族による葬儀が行われる。古来より、天皇、皇后は皇族の葬儀には直接出席せず、 死者を使わすのが習わしである。終了後、告別式にあたる一般拝礼が行われる。出棺仮装墓所の義遺骨が墓に葬られる。土盛りをして仮に塚を設け、数日一般拝礼を受け付けた後、正式な墓を造営する。天皇、皇后は両安に服す。ありがとうございます。